はい、どうも、ケンです。今日はですね、ちょっと一風変わったね動画をねお送りしたいなと思っております。はい、ではよろしくお願いします。ですね、まあ人がですねこう疲労をためるというかこうストレスをためてしまうね、あのマッサージに来るお客さんっていうのはあのいきなりねあの病院には行かないんですよね。病院ね、あの肩こりとかね、まあ軽い腰痛だったり、まあ背中が張るなとかね、あなんかちょっと気分が優れないなっていう風でいきなりね人はね病院行かないんですよ。まあ風邪ひいてこう熱がね、もう38度以上あるともう病院ってねちょっと解熱剤でももらおうかなとかね、なんかそんな感じでね、まあ、病院行くんですけども、日頃のこのストレスとかね、疲労、まあ肩こりとかねぐらいではね医者には行かないんですよ。でどこに行くかというと、やっぱりあれですよね、リラクゼーションマッサージサロンね。やっぱりほぐされたい、癒されたいなと思って行くわけじゃないですか。で、だから僕がそこなんですよね、大切にしてるのは、リラクゼーションマッサージはもう医療のフロントラインだよってね、昔からもうずっとね、コンコンと言ってますけども、ね、まあそういうことなんですよね。だからその人の疲れとかね、ストレス、疲労というものね、人間ってね、あれなんですよね、病気にね、いきなり人がね、病気にならない。ね、それまでのいろんなこうね、積み重ねというか疲労がね、溜まってっていうというかね、まあそのこの積み重ねである日突然、それがね、こう、病気というものにね、なってしまって症状がついてね、症状名がついて、まあ病名がついてね、病気になってしまうというふうだと僕は思うんですけども、まあ一概には言えませんけども、大体多くはそうですよね。日々のこのストレスだとか、小さな疲労の、ね、小さな疲れのこう、本当積み重ねによって、知らず知らずのうちにこう調子が悪くなってしまうものなので、なのでもう本当にね、日々のその、まあ、姿勢から来るね筋肉のこの疲れだったり疲労だったりとか凝りとかっていうのはもう早い段階でね、こうそのね、ストレスの芽をこう摘むっていうのがねやっぱ大事なんですよね。はい、というわけでですね、それをこう分かりやすくというか、まあ、僕なりにね、ちょっと思うところで、皆さんにね、ご説明できたらなと思ってね、今日ね、ちょっと気になってるかもしれませんけども、このようにね、これお水ですね、これ普通のこれお水でございます。で、これは、墨汁ですね、墨汁をご用意しました。まあ、これはもう空のグラスなんですけども、まあ、使うんでね、この辺に置いときましょう。はい。で、やってまいりたいと思います。まずね、この状態、ね、A さん、この B さんがいるとするじゃないですかね、A さん、B さんね。でまあ、ストレスとか、ね、疲れっていうのは、ね、こういうもんですよね。この黒いこの墨汁をこう、ね、ちょっとこう入れまして、なんか理科の実験みたいでちょっと面白いですけどね、まあ、ちょっとこれちょっと、ね、こんな感じですね、まあ、疲れが溜まりますね。あ、今日も嫌なことがあったな、ポチョン、ね、凝りが溜まってきたな、ポチョン、ね、でそのままこういるわけですよ、こうやって、ね、これ健康な人、ね、そんなに違いないですよね。そんなにいろんな違いない、疲れてない、見た目は分かんないし自分本人も気づいてない、ね、でこれをそのままほったらかしにしてまたこうストレスをこう溜めていくわけですよね。毎日毎日のこの積み重ねでございます。こうストレス、疲労、ね、肩こり、腰痛、まあ、いろんなこう、まあ、これだけじゃないですけども人間関係だったりね、いろんなことあるじゃないですか。溜まっていくとね、こうやって溜まっていくと、そうするとどうなるかというと、まあ、透明度はあるんですけどもまだねね、比べるとやっぱ濁ってくるじゃないですかね。この濁りが、まあ、調子悪いなっていう風に顕在化した瞬間ですよね。あ、なんか最近疲れたなみたいな、結構もう疲れてる状態、でこの状態でね、この状態でこの疲れをこうねマッサージ行ったりだとかってこう抜いていって、まだこうね、ほぐ、なんていうのかな、その小さいうちにね、それをこう癒したりだとか、何かこう、まあ、マッサージって癒すのもそうだし、あとはまあ友達とね、なんか遊んだりだとか、まあ、お芝居見に行くとか、なんか自分のこのストレス発散方法、まあ、運動するもね、いいですけども、そうすると、この濁りが抑えることはできますよね。あとはまあ、こうやってなるべくこう疲れというか、疲労がたまるような、こういうものをこう入れないということがまあ大事かな。で、まあ、こうはなってくるんですけども、ね、こう半分ちょっとまあ抜いてみましょう。これマッサージいった状態としますよ。あ、疲れたなと、これほぐしましたね。新しいもの注入します。そうするとやっぱ濁りもねなくなってくるわけなんですよ。でこれをせずにですね、やっぱ疲労をこう溜め続けると、溜め続けていくとどうなるかと、どん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 こうね黒くなってしまいます。これね、ね、もう一目瞭然、もうどうなっちゃってんのっていう状態ですよね。これをなかなかね、こういう状態、もう健康な状態に戻すのはもう難しいですね。
この時に人はね病気になってしまうというか、なんか分かりやすいような分かりやすくないような、まあ、感じですけども、もう早くこのね、一滴二滴のこのまだ入っても色が変わらないぐらいのこういう状態の時にリラクゼーションね、マッサージとか行って、セラピストさんにね、まあ、セラピストさんにほぐしてもらったりだとか、あとはまあね、なんかこう、まあ、体のケアもそうだし、心のね、ケアというかね、大切にされてるというか、あ、ちゃんと、こう、癒してもらうっていうことがやっぱ大事じゃないかなと思います。だから、リラクゼーションマッサージのね、セラピストさんは本当に医療のフロントラインにいると僕は思うので、ぜひですね、そういう感覚でね、この疲れのストレスのこの積み重ね、それを早い段階で取り去ってあげるというかね、緩和してあげるのがセラピストさんの務めなんですよっていうのを知ってほしくて、今日は動画を撮りました。はい。なるべくね、こういうね、濁った水にならない、濁っても大丈夫ですね、真っ黒にならなければ大丈夫、まだこの段階だったらこうね、抜いてね、綺麗な水でこうほぐすね、こう少しずつやっていけば、まだだいぶ戻っていきますので、ね、そういう感覚でなるべく、この時は凝ったなとか疲れたなって時に行くのもいいですけども、気持ちいいですからね、そういう時はね。でも本当は日々の生活の中でもう週1もう絶対ね行くとか、ね、症状が出る前に肩凝ったなとか、なんか疲れてるな、ストレス溜まってるなっていうふうに思う前に行くっていうね、もう本当にあの未病ですね、病気を未然に防ぐとね、いう感じで病気にならないような、体づくりだったり、そう、健康づくりというかですね、の担い手なんだと、ね、セラピストはという、お話でございました。はい、最後まで見てくださり誠にありがとうございます。